来ました。おはようございます。日本語教えています。新人隊員として頑張ります。サワディーカー。自分をもう一回見つめる機会にもなるし、うまいですね、成長できる機会になるのかなって。人生なんてきっかけ一つ。 JICA 海外協力隊説明会開催中。タイのウボンに来ました。自分をもう一回見つめる機会にもなるし、成長できる機会になるのかなって。人生なんてきっかけ一つ。 JICA 海外協力隊。